ぞ。風の匂いが熱く燃えているようでござる。水裏の番が少し明るくなりましたが、まだ見えません。おい、みんなこれを見ろ。これは鼓と言うべきか、それとも植物って言うべきか。植物でできた楽器であるか。ふむ、深淵、ここはもしかするとあなたに関する島ではありませんか。え、じゃあこれはあたいのために用意された楽器か。それなら早速打ってみようかな。待たれよ。昨日は拙者が盆景の築山に触れると皆が特殊空間に移動したでござろう。深淵殿、先に準備をした方が良いのでは。そうかもな。でも心配いらないぜ。あたいは音楽にかけては常に準備万端だからな。やはり場所が変わった。なんだか荒れた場所のようですが、深淵、ここはあなたに関する元凶なんでしょ。そうだと思うんだけど、変だな、なんでこんなに荒れてんだ。見ろ、あそこすごく明るいぞ。オイラたちを誘ってるみたいだ。ふむ、行ってみるとするか。いやいやいや、どう見ても罠。それはそうですが、他に道もありませんし。それにもしこれが深淵殿の元凶なら罠などあるはずがない。嬉しいぜ、こんなに早くあたいを認めてくれるなんてさ。確かに一理あるな。それじゃあ行ってみるか。でも気をつけろよ。